世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどの馬でやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先行するのは何か。コントレイルがかわしていきました。14番ヨシオ、外から行こうというところ、内を通ってスルスルとトーラスケミニが上がっていきました。第1コーナーに向かいます。15頭、その後ろ3馬身くらいあって、1番ハレンブーテドール、その外アーモンドアイ、グローリーベイズ。第1コーナー左にカーブを取って、第2コーナー内を通ってクレッシェンドラブ、パフォーマープロミスがその後ろ、4番奇跡、外を通りまして7番ミッキースワロー、そしてその後ろからユーキャンスマイル、5番デアリングタクト。ほとんど馬体が合っています。ワールドプレミア、その外に12番マカヒキ、ちょっと離されまして8番ウェイチュパリス。もう一度整理しましょうか。先頭行くのは9番トーラスゲミニ、3馬身リード、この辺りちょっと離れている1番カレンブーテドール、外から1頭ヨシオ、そのうちにコントレイル、黒い帽子にご注目ください。これが1番人気のアーモンドアイであります。15番グローリーベイズ、その後ろでやりましょうか。クレッシェンドラブ、奇跡がそのうちにいます。そして外からはパフォーマープロミス、内を通りまして7番ミッキースワロー、13番ユーキャンスマイル。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。アーモンドアイは5番手といったあたり、1番内トーラスジャミニが頑張っている。懸命に手を動かしてつむらとカレンブーケドール、アーモンドアイが差を詰めてきた。先頭タナブとトーラスジャミニ、ここで先頭に立ったコントレイル、頑張る頑張るコントレイル。2番手にアーモンドアイ、いい足で上がってきている。デアリングタクト、頑張る頑張る福永とコントレイル、アーモンドアイがかわした。先頭ルメールとアーモンドアイ、2頭火花が散る火花が散る、負けられないルメール、譲れない松山航平、非常に際どくなりました。当然の結果です。1着、2番、2着、5番、3着、6番以上のように確定しました。